今日はこれを食べまーす。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。アッターファミリーでーす。はい、ということで今回は車中蒸しをしたいと思います。イエーイ。はい、今回車中蒸しで食べるのはこちらです。札幌一番味噌ラーメンうま辛ということで、最近出たのかな。ねえ、最近出たんだろうね。うん、今まで見たことなかったよね。見たことなかったから、これを食べたいと思って車中飯をやります。はい動機が動機がすごい ね、はい、ビーフの旨味とコチュジャンの辛さだった ね、美味しそう。美味しそうだよね。ねえ、これをじゃあ、はい、4人で、はい、家族車中飯ということでやりたいと思います。はい、ユニフレームのね、スタート。やわらかしましょう。今回使う鍋はユニフレームの、これ何インチだ？10インチの、はい、ダッチオーブン、スーパーディープですね。ディープ、はい、相当昔です。じゃっかしょぼいなしょぼいなそういうこと言われたい。ね、ちょっと開けた方がいいんだよね。鍵ある？鍵、あ、置いてきちゃったな。当たったよ。ありがとう。拍手じゃない。ありがとう。この粉末のスープと旨辛ダレが入ってます。あの、普通の本当はね、札幌一番が食べたいねって言って買いに行ったら、うん、それがもう売り切れてて、うん、これしかなかった。そう、うん、だからね、我が家はあんまりあの冒険はしないんですけれども、はい、まあ、しょうがない。でも札幌一番だからうまいかな、ね、うん、だから間違いないよね。結構札幌一番って、ね、そう、結構間違いないからいいかなと思って今回買ってきました。うん、はい、あ、そろそろいいね。そろそろいい、うん、じゃあそれでは入れていきまーす。11インチのダッチオーブンだったら楽に4人前作れるね。うん、うん、タイマーがセット2分です。タイマーセットです。1分じゃないの、それ。うん、もうなってる。うん、進んでるから。ちょっと待って、これ1時間になってない？全然違うじゃん、ゆうた出して、もうゆかりんがやる。 OK？ OK？ ちゃんとできてるかな。あ、できてますね、セット。卵はね、こんな感じのね、可愛いのに。大丈夫？あんまやったことないからね。豆乳、シャキン。シャキン。オッケー、オッケー。じゃあもう皆さん粉、はい、もう入れてください。粉。タレ？あ、タレ？タレじゃなくて粉シャキン。粉？粉。あ、めっちゃいい匂いする。粉。はい、問題です。早く。早く早く早く。他にセブンでこちら買ってきました。チョレギサラダですね。おにぎりも買ってきました。はい、あとにお稲荷さんですね。お稲荷さんですね。はい、はい、それではいただきます。いただきます。久しぶりの車中蒸しでございます。はい、ちょっと伸びる、ね、すごい伸びちゃうんだよ。伸びちゃうよね。うまい。おいしい。辛なんだ。うん、そこまで辛くはない。そこまで辛くないけど、でもピリッと辛くて、うん、牛骨なのかな、なんかそんな感じのコムタン系、うん、が味がする。すごいうまい。いただきます。まずはスープから。うん、あ、美味しい。なんかコチュジャンだけど、すごい、うん、辛いコチュジャン使ってないから、うんうん、コチュジャンの甘さとちょっとした辛さがあるね。うんうん、美味しい。ゆかなんかいつもあの辛いラーメンばっかり食ってからちょっとだけっていう表現になるんだよな。あ、そうか。うん、俺なんか十分辛みあるもん、これ、ね、あ、これめちゃめちゃうまい。なんか普通の札幌一番味噌ラーメンの基本だよね。
基本の中にコチュジャンが入ってるみたいな。これうまい。どう言った？うん、美味しい。うまいよね。うん、卵でね、うん、結構クリームなんていうの。あ、そうだね、卵でまろやかになってんだ。そう、そう少しマイルドになってる。これ多分そのまま食べればもうちょっと辛みあるんだよ。パパさんこの卵入れるのが大好きだ。麺は札幌一番なんだ、うん。ベースは完全に札幌一番のうざラーメンだ。それにこの辛さとコクと旨味をちょっと足したような感じだよな、うん、やっぱりまずいわけないよね。味噌ラーメンが美味しいんだもん。おだれさん食べちゃうね。おだれさん、やっぱりこれヨガリ食えるよ。ヨガリいけるよ。ヨガリできるか。うん、できる。ヨガリできるか。弟にいただきました、ヨガリできる子。何が言うのかね、みんなで。失礼な人だよね。あ、食っちゃう。できる子だ。皆さんいかがでしたか、この味噌ラーメン。美味しかった。なんか味噌ラーメンって感じがした、うん、札幌一番の味噌ラーメンに、うん、うまい、なんていうの、汁がかかってて、うん、って感じでね、ゆだどうだった、うん、美味しい、美味しい、うん、ベース的に普通の札幌一番好きだから、うん、それにさらに辛さを好きだった、うん、辛さちょっと好きだの、俺にとってはちょうどいいから、うんうんうん、だよね。ちょっとピリ辛って結構みんな好きだよね。あんまり大辛パパダメ、うんうん、ちょうどいいんだろうね。そうずっと食べててもね、いい、うんうん、全てがちょうどいい、うんうん、そんな結果です、はい、大変美味しくいただきました、札幌一番のうま辛味噌ラーメン、そう、うま辛うま辛ラーメン、うま辛ラーメン、はい、完食です。完食です。みんな完食です。ね、ゆうたがちょっとつい残ってるだけで、うん、ねえ、おゆうたお、ゆうた頑張ってます。できる子だね。あ、できる子だね。お、ゆうたもやりました。それではゆうたくんお願いします。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。札幌一番うまから美味しかったです。本日も動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この動画楽しいなと思っていただけたら、ぜひグッドボタンで応援とチャンネル登録お願いします。お願いします。アズトファミリーインスタとツイッターやっております。下の概要欄から飛べますのでフォローお待ちしております。お待ちしてます。そしてサブチャンネルのアウトドアファミリー自由帳も同じく下の概要欄にございます。こちらもチェックしてみてください。お願いします。お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。